はい、ということで、はじめまして、今日ですね、画像ファイルに色目を割り当てるモジュールのご紹介ということで発表させていただきたいと思います。はい、こういう場すごい緊張してます。はい、自己紹介なんですが、私は DNA でエンジニアをしておりまして、主にアバター関連コンテンツの開発運用を行っております。ミッションとしてはお客様に理想の自分になっていただいて、まあ、自分自身存分に楽しんでいただくというのを仕事にしておりますと。アバターって何ってことなんですけども、まあ、自分の分身であり理想の自分を作り上げるものですね。だこういうこういうこういう感じで、はい、理想の自分になっていただくために、まあ、ニーズはなるべく叶えたいと思ってまして、例えばかっこいいバイクが欲しいとようであればかっこいいバイク作りますし、ウサギになりたいと言ったらウサギのコスチュームを作るというようなことをしています。でね、最近あったことがそのアイテム数がすごい多いんですけど、まあ、アイテム数が多くて探しづらいと、で色名とかで検索したいというのがありました。で、実はですね、アバターのアイテムっていうのが、まあ、うん十万件あって、当然今まで色の名前なんてつけてきてないと。で人力かと思ったんですが、まあ、当然無理そうだとということで、まあ、さすがに無理だと。でうん十万件のアイテム一つ一つ名前を今からつけていくのは当然無理だし、そもそもこのアイテムは色のがありますということで、自動でつけようかと思ったんですけど、要件は何かということで、まあ、サービスなんで検索ニーズのある色名で、まあ、くっつけてあげるというのと、まあ、あとは赤色のアイテムには赤色とつける、まあ、その曖昧な色にもちゃんとつけることですね。あとは、まあ、さっきのまだらいろんな色が含まれているものに関しても、何かしらつけてあげないといけないというのが要件になります。でちょっとなかったんで、それを簡単なものを作ったという感じです。で、1個目なんですが、まあ、検索ニーズのある色名に割り当てるということで、まあ、こんな感じで検索ニーズがある色っていうのを、まあ、ユーザーから聞き出してつけるようにします、しています。で赤色には赤色とつけるっていうんですけど、これらなんかこういろんな色がありますが、これ全部実は赤色ですと。でこの色は何かっていうのは全部 HSV の色空間で、色相だけを見て割り当てるというようなことにしています。なので、まあ、非常に曖昧な色定義ではなくて、まあ、一字一句で定義できると。で人間の幸せのいいものを使ってますと。で最後アイテム、曖昧なアイテムにも色目をつけるってさっきのやつですね。でこれ、まあ、どうなるかっていうと、ちょっとデモさせていただくと、例えば、さっきのやつはこんなアイテムなんですけど、これを例えばやるとこう赤みたいなみたいな感じで、まあこれはですね、まあ、こんな感じの成分になってましたと。で緑 10%、 青 7%、 ピンク 16%、 赤 24% みたいな感じなんで、まあ赤色とするような仕様にしております。はい、で3つの仕様です、検索ニーズのある色名に割り当てるのと、まあ、HSV 空間で、まあ、色でいすることによって曖昧さを回避すると、まあ、あといろんな色を使ってるやつは、まあ、一番多いものを色名とするというのを仕様としました。で最後想定ケースなんですけど、アイテムをその画像の色名で検索したいというのが後から出てきた時とか、まあ、あとサービス内で、まあ、一時的にそのファイルの色名を表示させたいみたいな時とかに、まあいいんじゃないかなと。で、まあ、一応その無理やり1個の色にしかつけられないんで、それでも問題ないというようなケースに向いてるかなと思ってます。で今後の予定としましては、高速化、まあ、ピクセル1個1個見てるんで高速させるオプションをつけたりとか、まあ、その指定の色、まあ、今アバターにとってニーズのある色っていうのをやってますけど、もう少し指定できるような色にしようかなと思ってます。はい、ご清聴ありがとうございました。